スマホかくれんぼー。よいしょー。今日はメッションのセット、カイトとモチです。ということで、スマホかくれんぼやっていきます。いや、皆さんね、Wii の、Wii パーティー、リモコンかくれんぼじゃないの。そう、Wii パーティーのリモコンかくれんぼ、はい、皆さんご存知でしょうか。やったことあります。昔ね、あります。あります。あの、ホッシンズやった。ホッシンズは誰も知らない。まあ、なんか、まあ、説明しますとわからない人のために、 Wii リモコンを、まあ、部屋の中に隠しまして、それを探すっていう、うん、ゲームで、一定時間ごとにその音が鳴って、それをヒントに探すっていうゲームなんですけど、あれめっちゃ面白かったよ。めちゃめちゃ面白い。今回それをね、Wii を使わずに、なんと皆さんが持ってるスマホでやろうじゃないかと、はい、そういう画期的な遊びでございます。まあ、簡単にね、説明しますと、はい、一定時間ごとに LINE を送ります。そうすると、まあ、通知がね、なりますね、はい、それをヒントに、この家中に隠された携帯を探すという遊びでございます、はい、で今回、チーム対抗戦ということでね、またミレニアムと新世紀に分かれまして対決をしていこうと思います、はい、各チームそれぞれの携帯を相手チームが隠すって感じね。そうですね、はい。まあ、家中と言いましても、うん、あの、まあ、ちょっと禁止エリアがありまして、実家だからね。そうですよ。まあ、まず春樹の妹の部屋、はい、そしてクローゼットと、あとキッチン、あと、まあ、奥にあるね、まあ、畳の部屋があるんですけど、そこも禁止で、まあ、それ以外は、はい、まあ、トイレとかお風呂とかはもう全部使っていいということなので。ありがとうございます。それでやっていきましょう、はい、はい。というわけで今回はスマホかくれんぼやっていきます。やっていきましょう。はい。じゃあ隠すので、まあ、この部屋もということで、一回君たちにはちょっと玄関の外に行けと、はい、外に出てもらって。マジか。バイバーイ。早くしろ。じゃあ隠していきましょう。はい。じゃあちょっと俺ら先行ということで、先にちょっと禁止エリアを先に説明していきましょうか。なるほど。まずここのクローゼットは、まあ俺の服もあるけど、家族の服が入ってるから一応禁止。今そこのキッチンで、ここの畳の部屋ですね、はい、ここにお母さんが収納されているんで、はい、ここも禁止です、まあ、それ以外は全部 OK。 この広大な範囲でスマホを隠していきたいと思います、はい、さあさあさあ、いやこれ難しいな。春樹の、じゃあまず部屋に来ましたね。いつもの撮影部屋ですね、ここは。こういうね、こういうところが多分バレないと思うんですよ。まあ、僕はまあシンプルにここから隠そうかなと。人の家なんでね。こことかやばいね。ここやばい。こことかやばいんじゃない。ここ候補1だな。どうしようかな。こことかね。ああ、このゴミ箱のこの下、ここに。うわ、これやばくね。どうしようかな。ハルキの部屋ってここに押し入れあるんですよ。ここにはもうおもちゃもいいところのおもちゃ。ほらこれ覗いてもこうしたらわかるけど、いいんじゃない。まあ、この中にどうしようかな。いや、もうちょい考えたい。このピアノのさ、うわ、はい、来たわ、来た、ここだわ。ここで、ここ決定です、これ。まあ、あんまり目のいかないところって言ったら終わったよ、俺は。早っ。まあ、ここら辺とかだと思うんですよ。この下とか、ここの引き出しの中とか。そうね、小物系一番下でいいかな。ここの一番下に隠します、僕は。まあ、ここにあった中学生ぐらいの時に使って、名前大丈夫これ。筆箱の中に、まあ、カイトの携帯を入れまして、まあ、閉じ年季が入ってんな。で、まあ、普通にこの教材の中に紛れ込ませとくと。ここで OK。 僕のはちょっと俺の見に来て。はい、俺のとこ正直めっちゃいいよ。はいはいはい、ここです。どこ、どれ、え、どれ、え、どこ。あー、なるほど。僕たちはこれでいきますか。はい、隠し終わりました。じゃあここからスタートしますね。はい、スマホかくれんぼミレニアムチームの番、用意スタート。いやいや、さあ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 、
これハルキの部屋見です。さあ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 、じゃあ5分おきに通知しますわ。結構むずいの。さあ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 、どこを探していく。なんか怪しいですね。小ボケをしている時間があるのか。これわかりました。開けづらいものと見せかけて実はここに入ってるんですよ。開けづらさをもうねしっかり出しといて、さすがにこれは開けれないだろうって思ってこの中に入ってるんですよ。ですけどちょっと開けれません。まあ、こういうこちゃこちゃのところにいるんじゃないですかね。引き出しとかもありなんでしょ。ありです。あるんじゃないですかここに。もう分かりましたよ僕は。ない。こちら失礼します。綺麗ですね。そうですね、すごい おっと何ですか。これなんだ、これは。あ、違いますね、これちょっと違う、ダメなやつですね。ダメなやつ。こちらちょっと触っておきます。ダメなやつですね。ですね、はい、失礼しました、失礼しました、失礼しました。失礼します。あ、これ絶対入ってないですね、ここはね。これ道道っすね。入ってないですね。はい、じゃあ、ふざけんな。あ、ないな。ないな。ありそうだけどな、この辺に。すり替わってねえか。ないぞ。おい、どんな減った、お前。まさか。ふざけんな。じゃあ、こっちに行きましょう。はい。この洗濯機の中とか、ないな。あんま見ちゃいけない気がする。風呂場に隠すやつおる。逆に。うわ、なんか怪しいぞここは。ねえな、なさそうだな、ここには。じゃあリビング行きましょうか。ピアノの中に入ってるパターンもあると思うんですよ。あー、なんかちょっとありそうだけど。パンパンの B これないっすね、これ。あ、まさか、お前ふざけんな。はい、5分経過したんで通知音いきます。お、来た、静かにしろ。近いぞ、近いぞ、近いぞ。おっとなんだぞ、なんかめっちゃ近かったぞ今。もう一回行きます。え、こっちだ。近いぞなんか。あ、分かったぞ、この辺だ、この辺だぞ。この中に入れたってのか、こいつの小銭入れんだから。なに、分かんねえよ。おっと、音は聞こえるぞ。どこだ。聞いてください。はい、10分でどの部屋にあるか言います。 OK です。10分経過しました。それぞれのスマホがどこの部屋にあるか教えてあげてください。お前のスマホはな、リビングにある。いけー。あ、間違えた、そうだ。なんだよ、ここの部屋だ。お前おこいつこいつやめるぞ。のせくんのスマホはこの部屋にあります。マジかよ。通知音いきます。お、こっちだ。絶対にこっちだった。絶対にこっちだ。ピアノか、ピアノなのか、ピアノなのか。絶対にこの中だ。ピアノの中に隠されてるっていうのか。あー、あった発見した。あった乗せ発見しました。こんなところに隠しやがった。乗せが発見したらしいぞ。あー、やるや。さあ、現在11分15秒でございます。あとはカイトが見つければ OK。 俺は見つけたぞ。どこでだったんだよ。この辺なんだよ。なんかデスノートみたいになっていいかな。なんでだよ。結構疲れんな。さあ、15分経過しました。3回鳴らします。ほら、絶対そこなんだよ。うわ、絶対そこなんだよな。なんか埋もれてる音はするぞ。要は埋もれてるんだな。男3人がこの部屋の角に溜まってる動画。このこっからここじゃねえ、この段じゃねえ。じゃあこっちか。あった。はい、誰。あった。ということで、ミレニアムチームの記録は18分35秒15です。まあ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 、ちょっと遅いんじゃないか。ちょっと今度はね、僕らが隠してね、20分以上。あ、止めた。さようなら。さようなら。さあ、どこへ隠そうか。
まあ。